お、来た来た来た。あれ、こっちも。はい、では早速本日も行ってみましょうか。はい、はい、どうもこんばんは。3人のマイクラの時間がやってまいりました。古民家マイクラでございますね。じゃあ、Aちゃんから。何をどうもこんばんは、みたいな。あ、こんばんは。もう一回行くよ、Aちゃん。はい。はい、ちょっと二人並んで。こっち向いて。Aちゃんどこ行ってもあるの首あかん方向曲がってる、Aちゃん。こっちこっちこっち。はーい。はい。はい、どうもエリです。ゆきです。はい、じゃあですね、本日は今から現実世界の古民家をこのマイクラ上で、作っていきたいなと思います。じゃあですね、早速行ってみましょう。じゃあちょっと、まずはね、外壁工事から行っていただきたいんですけども、お二人の方には。ほんでね、こっち、ここわかる？こん中覗くとさ、こんな感じで力いっぱい木材があるから、それを取ってください。はい、はい、では皆さん早速いきますよ。ここ一帯にそのフローリングを敷いてってください。僕は今から柱をちょっと立てていきたいと思います。骨格作りでございますね。こんな感じでいいの？あ、いいね、うまいね。一個いたよ。そう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 。エリちゃんはそれを敷き詰めてってください。皆さん、いい調子いい調子。よーし、な、僕は骨組みだ。1、2、3、4、5。おう、おう、おう、結構ダメージ食らうのね。1、2、3、4、5、6、7。おう、やべ、死んでしまう。リンゴねえわ。リンゴないの。もうこんな無茶な折り方せんようにするわ。あ、皆さん、寝る時間やってきましたよ。隊長、ベッドありません。ええ、足りんの？1個。ゆき、羊で作るんや、今すぐ。急げ急げ急げ、初っ端からモンスターに襲われる。足も寝たよ。ゆき、早く。はい、寝る寝るんだ、みんな。よしよし、あぶね。朝か。うん、朝になった。ご飯は？あ、ちょっと待っての、危ないおっさんいるわ。緑色のが特に危ないおっさんで、あいのには近づかんように、皆さん。はい、僕今やっつけとくで、こいつ。なんか前にピロンって出てるやんけど、エリちゃん、これ間違っておいてもったやつは削り取ればいい。うん、削り取って頑張って。そうそう。うん、じゃあ俺頑張っていくわ。ほんでここみたいに、あとはこっちの壁を張っていく感じですよな。おーい、こっちはね、2、3、4、5段。どうみんな。無言やけど、全員。何、作業に集中してるんか。しゃいないな。これはフローリングの色のやつをさ、うん、壁にしていけばいいの？そう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 。柱は柱で、また。うん、これ柱は柱で、俺基礎として準備してるんや。もうエリちゃん上に乗りながらやってかんと、これいかんわの、7段。はいはいはい。わかりますか？ここか。今回は現場監督です。そう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 。エリちゃん、雪みたいな感じに。あ、やべ、なんか閉じられつんでる、俺の扉つける場所が。 あかんかったか。ここ、俺の扉。あ、ほんまや。埋められつんでる。ちょっと扉つけてもう最初に。でいいやろ。オッケーオッケー。よーし、足が割れたらいいんだけど。お、できてるが、エリちゃん。うん、そういうことそういうこと。次はこの上に乗りながらそれをやっていくんやわ。はい、あ、皆さん、はい、夕方になりそうなんで、念にはねるので、皆さん素早く寝てしまいましょう。エリちゃん、エリちゃん、こっち。エリちゃん、どこや。こっちこっち。あ、いた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 。そろそろまずいですよ、念と。やべ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 。どうしてやん。待って、あかん、緑色のあかん人がいたで。危ない危ない。おお、爆発したんだ。いい音した。工事して、俺あと一撃で死ぬでの。なんで爆発したの？あいつ近寄るとあかんねえって。こんなもんじゃねえかな。皆さんこちらの方に階段とかでき始めましたんで、2階のフローリングが。よしさ、ここからちょっと行きやすくなるかもしれませんね。おう、おう。
こっちだよ、りちゃん。こっち来な。え、じゃ首がいい。首、詰んでるって、もう下向きすぎて。なんか、あ、もう階段乗ってるんか。うん、乗ってるよ。もうちょっと上向いて。あ、こうやって。違う違う違う。真下向いてないか、それ。そう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 。来ましたね。ほんで、そっから、例えば、俺の画面見てみ、えりちゃん。この結構ギリギリのラインでさ、ここら辺で、ポイってやると、ブロックが起きるでさ。ほんなら、えりちゃん、この作業やんねや。まだ簡単やで。どんどん広げちゃってくださいな。こうね。違うブロックを置いつんだ。なんだって？どれ？もうないやってよ、この。あ、そう。エリちゃん、そうした時はまた3本、あの三角点々、うん、から本棚ブロック、左側の。で、またキーブロック選んで、レンダーみたいな。わー、なんかいい感じに来てるやん。来てるよ、どこで？エリちゃんは？調子どう？こんなんでいいか。これちょっと待って、ちょっと待っての、うん、なんかりちゃんなんかめっちゃ分厚くしてない？これ一段だけでいいんやぞ。うん、なんか分厚いんやけど、これ2階の床やぞ。あ死んでもた。落ちたな今。あっつてえりちゃんのせいやでの。よかれと思って。えりちゃんのせいやでの。エリちゃんが分厚くしたでか。うん、助けに行ったらこんな夏んたやん。大胆にこうや。おお。すっごいことや。その辺はちょっとリアルの世界とは。いや、こんなんやで、リアルの子や。リアルもそんなしてさ、うん、できる？うん。あ、やべ、皆さん、皆さん、はーい、まずいですよ。あの、皆さん、エリちゃん降りれる？よし。やばいやばい、敵が襲ってきてる。ノーダメージや。あ、おまずいまずい。落ちたよ。まずい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 。襲われてる、めっちゃ襲われてる。焦る。どこベッド？早く皆さん、ベッドベッドベッド、皆さん寝て。来た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 。地面からってのができんねんけど。そうそう、上向見ながら。エリちゃんだって今斧持ってるの。うん、できんぞ。で、反対側からやの。あ、そうそう。エリちゃんちょっと首が、首の角度えらいことになっつんてるでさ、こっちから見て。そう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 、その調子でもう全体に張ってってください。なんか黒い人いるよ。黒い人、あら、ほっとけばいいの。うん、あれ見たらあかんねや、エリちゃん攻撃してくるんや。目合わさんほうがいいってこと？うん、目合わすと攻撃してくるで。あっ、っていうかここ塞いつんたら2回いけんのか。うん、そこ塞いだらかよ。なんか変やなと思って。今壊してるで。うん、ありがとう。じゃあ動画的にはありがたい。なんか下にいろいろコブがついてるで、ここらへん。あ、あれ夜来るで、みんな。マジで？まずいべ、みなさん。いや、なんかある。エリちゃん、ここに。何？まずい、ゾンビが出始めてる。早く皆さん寝て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 。あ、なんかいるわ。あ、だったなんか死んだわ。あー、なんや、なんかゾンビがまだ生きてたんや。悲惨なことになってるわ、起きたら。なんか餃子拾ったわ。血まみれになってた。おかしな世界ね。ちょっと今、おねえっぽくない。何が？おねえっぽかったよ。そんなことない。いや、結婚する前からちょっとなんか、もしかしてって思った時あって。何が？なんか、キャーとか言うが。何が？キャーって言う。危なかったらキャーって言うやろって。言うか。言う言う、びっくりした時とか、あーって。あれ、いや、あーじゃないって、キャー。そう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 、石が目印ってことやな。あ、石は、石の上は土。ほら、もう早くもなんか来れないよ、来てるやん。これ階段、今、とりあえず。あ、なんか作業するためのか。これは間違えた、今私が削ってるの。これはこう、ちょっと中がカオスになってるわ。これがちょっと屋根工事。あ、入れちゃう、うまいうまい。で、この窓っぽいやつ埋めればいいやの。うん、埋めればいい。これないや、エリちゃん。これどこよ。これなんかあるよ、ここにも。どれ？
俺の画面見るとなんか色の違うブロック入ってるぞ、壁の中に。なんやぞあれ。なんやって、私のせいか。違う、いや、仲良く行こう、みんなバイバイ。困ってる、屋根すごいの、なんか砂置くときサンサンっていうの。サンドだけに。なんで黙るって。エリちゃんが今完全に降ってきたやろ。や今どうしようもないの。何や、今エリちゃん降ってきたの完全に。なんで黙るやん。なんで黙るやって。なんか私が滑ったみたいになる。何や、関わらんと言っていいと思って。順調やぞ。順調か。見てる、この出来上がり、ほら。え、なんか下に生えてる。あ、あれは俺やわ。いや、いい感じやで、皆さん思ったより。そう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 、うまいな。大丈夫大丈夫。いいの、無視してシャンシャンシャンってしてくよ。うん、明日の朝ごはん、ふすまパン食べるか。そういえば、うん、俺の得意料理か。うん、まあやの、朝ごはんはふすまパンにしようかな。あー、鮭あるんや。魚とパンか。よっしゃ、うん、ならちょっとこちらちょっと綺麗に作業していきますわ。練習してるんか、ゆき。ああ、ちょっと俺の見えんところで。かか死んだ。え、死んでんだの。うん、は、落とし穴にはまった。落とし穴で。お、すげえ、さっきよりめっちゃできてる。うん、すげえ。どこが。中、内側か。ちょっと待って、エリちゃんの仕事見に。おお、素晴らしいやん。20分見ながらにすげえことになってる。ちょっと湧きつぶししとくわ。明るくなったやろ、だいぶ。さっきのノッコさんとこ消えたんかな。あ、また上がりんくなってる。誰やこれやったの。この辺の想像力ないの。うん、やっぱ私は。え、じゃあか、うん、空間把握能力に欠けてるんや。欠けてるんか。お、いい感じだね。えりちゃん、えりちゃんいい感じだね。様になってた。うん、様になってた。よし、一応完成。イエーイ、あー疲れた。はい、ちょっと皆さん見ていきましょうか。あら、あら、ガラス詰まってる。あ、詰めてんだ。あれはなんや、なんか変なとこが泣いてるの。あれなんや、見んかったことにしよう。よーし、みんな完成だよ。どう？どう？似てる？あの小屋と。ここら辺に穴開けたらいい。よし、上登ろうぜ。上登って、はい、はい、こちら2階の部屋でございますね。ほんで、下の農作業小屋の方も行ってみましょう。はーい。はい、こちらがね、農作業小屋でございます。実際にある。ほんで、次はこっち側の方にも、また農作業小屋とね。おー、すげえ。あれ、なんか中くちゃくちゃになってるで。えいちゃん、なんや、中がくちゃくちゃになってますよ。おい、ゴミあれでこんなんじゃねんけ。なんかくちゃくちゃになってますぜ。よーし、あ、俺積んだ。よし、まあまあまあ、最終的な微調整はね、また収録後に行うといたしましてね。よーし、さて皆さん、こちら家の前に集合してください。はい、皆さんちょっと集合してください。はい、ちょっと皆さん前に来てください。俺が動けて、え、じゃあストップ。はい、最後エンディング。はい、皆様どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、大変やったのこれ。うん、これから床をはつってったり、あの現実世界のやつとあの同期していく感じになっていきます。なるほど。どうでした、えいちゃん今日は。ちょっとずつ慣れてきました。ほら、次の雪、あ、ちょ、おめえ。時計はこれ。どうでしたよ、今日くんは。うん、ぼちぼちでした、今回も。はい、でまあこんな感じでね、今日が多分一番大変だった回で、次からですね、もうほのぼの、うん、次回はね、この地面の床をはつる
とこから行きたいなと考えております。ではね皆さんエンディング、こんなところで、ね、また次回皆さんお会いしましょう。せーのバイバーイ。バイバーイ。あー終わったー、終了。長かった長かった。疲れー。